でございます。上司が教えてくれない営業のコツ今日はテレアポトークエステサンオーナー向けのテレアポトークの添削依頼をいただいたのでそちらを添削したいと思いますトークを見ていきながら解説したいと思いますのでこちらをご覧ください はい、では早速トークを見ていきたいと思うんですが、えっと今回いただいているトークの中身を見ていくとですね。まあ、具体的な動画、ここに書いてある通りです。で、まあ、sti サロンのオーナーさんに電話をかけるということなんですが、まあ、肥満遺伝子分肥満遺伝子解析書を活用して、科学的データに基づいてダイエットアドバイスをしています。〇〇の本屋らと申します。えー、初めまして。オーナー様いらっしゃいますでしょうか？ということなんですが、まずですね。あの。 ここれがこの言葉ですよ。肥満遺伝子解析書を活用した科学的データに基づいたダイエットアドバイスっていうのが、まあ、正直分かりづらいっていうことと結構こういう言葉をまあ実際にはないと思うんですよ使ってる人はただ似たような言葉が世には溢れているので要はちょっと怪しく思われる可能性が非常に高いんじゃないかなっていうところが一番に感じたところ。 で,すね、で、すねえっと、まあ、オーナー様いらっしゃいますか、で、どういうことですかみたいなところからご質問いただきありがとうございます。まあ、ここで、ありがとうございますっていう言葉は良いかなと思うんですが、まあ、弊社でお客様の口内うんぬんかんぬんを行っております、投資たうんぬんかんぬんみたいなところで、いろいろアドバイスされていると。あの サービスについてを説明いただいてるんですけどももうねこのトークが長すぎちゃって全く頭に入ってこないんです相手側からすると。なのでこれだけの情報を受けて興味を持ってくれる人っていうのはもうすでに その詳細に対しての理解であったりとか名前を聞いたことがあるぐらいの話じゃないと正直厳しいかなと思います。なのでまあお客様から投資したオフダイエットって私にどうかなという質問に対して遺伝子に基づいてアドバイスを行っておりますっていうところが正直長すぎて伝わらない。なので例えばですけどこの投稿私だったらまあここの部分がまあ面白い引きだとは思うんですよね。なので言うとすればですよ。例えばですが、えっと 糖質オフダイエットが合う人と合わない人、ない人を選別できる取り組みをしております。もしご興味あれば、えー、今電話出ているホニャララさんにもアドバイスできますが、ご興味ありますか みたいな形のトークの方が要はイメージが持てないとエステサロンのオーナーさんは自分のお客さんに紹介してくれないわけですよねただ紹介をしてほしいのでそのためにもまず自分がどうかみたいなところってご興味ありませんかみたいなトークから入ってもらった方が相手としては興味が持ちやすいかなというところです要はまあ基本的に B2B というかビジネスをやっている人でいけば売上が上がるかコストが削減できるか要はリコール利益が出せるかって話なんですがまあ、そこに行く手前で 興味が持てるかっていうところ、まずあなただったらどうか分析してみませんかみたいなことで入っていただいた方が良いかなと思います。で、まあいきなりお電話でご都合の都合の良いことを言っているんだと思いだと思いますが、具体的に何なのか、うんぬんかんぬん何なのかみたいなところですが、もう要は本当その通りなんですよ。都合の良いことを言っているなと思われているので、詳しく話を聞きたいなんてまず基本思ってないんですよね。 でまあ、オーナーさんお忙しいと思うので、Zoom、えー、で開催しております。通常は5000円の口座費用、オーナーさん限定で無料で行っておりますの。勝手に電話かけてきて5000円のやつ無料にするからみたいなこと言われても困りますよみたいな話なんですよね。ちょっとこのトークだと正直恩着せがましいかなという印象を私は受けたという感じです。なので、えっと、もしご興味を持っていただけるのであれば、えっと オーナーナ様限定でオーナー様限定っていうのもオーナーとかけてる前提で話をするのであればわざわざオーナー様限定っていうところもちょっと恩着せがましいような気がしてしまうので、えー 何なうんぬんとかではなくてまずは自己体験、えー、とオーナーさんご自身がご経験されるみたいな形で一度ご縁をいただけませんでしょうかみたいなトークで最初は入ってもらった方が良いかなと思いますあの相手のためを思って提案をしてるですとかビジネスに向けてのご提案されてるっていうところはすごく伝わるトークではあるんですがちょっと話として情報量があまりにも多すぎて相手が消化不良で、まあ、消化不良でよく分かんないなってなった瞬間にもういいやってなってしまうのでそこを避けていただくだけでもこのテレアポトークの質っていうのは上がってくるんじゃない かなということで今日解説させていただきました本日は以上です